こんにちは、三峰すず。そろそろ3ヶ月が経とうとしています。ふとスタンプが欲しくなってきました。まずは既製品のハンコがあるかなと思って文房具店へ行ってみたのですが、どうやら三峰はレアな名字なので見つかりませんでした。なければ作りましょう。今回は 3D プリンターで自分のスタンプを作っていきます。元となるデザインは自作のこのロゴです。細かいところは大変そうなので大きな文字だけ陰影として使いましょうか。まずはスタンプの 3D モデルを作ります。 3D CADで元絵をトレースしましょう。ソルブスペースというオープンソースの 2D、3D CADを使いました。元絵を配置して上からなぞって厚みを持たせるだけです。データはこのようにできました。 3D プリンターの印刷時の条件をスライサーで決めていきます。細かく設定を探求するのも良いですが、今回はデフォルト値をほとんどそのまま使います。印刷時間の予想はおよそ30分になりました。手元には PLA フィラメントしかないので若干の不安はありますが、PLA で印刷します。本来は PPU などの柔軟性のある素材の方が良いのかもしれません。機種はクリアリティエンダー2、ノズルは 0.4mm、 積層ピッチは 0.2mm です。できました。念のためヤスリで表面を整えておきましょう。早速押してみます。あ、左右反転を忘れましたね。でも押すことはできたので修正して印刷し直しましょう。左右反転はスライサーでできるのでそこだけ変更して再び印刷です。押してみましょう。今度こそ。うまくいきました。印刷具合を見るにもう少し小さくしても文字は潰れなさそうなので縮小して印刷してみましょう。なぜか全方向を縮小していますが、高さ方向を縮小する必要はなかったですね。押してみましょう。きちんと文字が出ていますね。やった。薄い板状だと押しづらいので木で持ち手を作ります。手近にあった木片を手近にあったノコギリで切っていきます。厚みのある両面テープで固定します。オリジナルスタンプの完成です。ということで今回は自作ロゴからオリジナルスタンプを作りました。ディスプレイ上でデータを楽しむことに加えて物理世界へ引っ張り出して手触りが伴うようになるとさらに楽しいですね。 3D プリンターが手元にあるとひらめきをすぐに形にすることができてとてもはかどります。最後まで見てくれてありがとう。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。また感想や質問をコメントで教えてね。またね。